田川ふるさと川づくり交流会では、川を汚さないための河川敷清掃活動や、小学校児童たちも一緒に河川敷花壇への花の植栽を通して河川環境啓発に取り組んでいます。皆さんこんにちは。田川ふるさと川づくり交流会の田がっぱです。宗太郎です。今日はみんなもできる川を汚さない工夫を一緒に考えてみましょう。宗太郎くんのお家の近くに川はありますか？すぐそばにあるよ。川がきれいかどうか見ることってある？あるけど、ゴミも浮いてたり、川も濁って汚れていると思う。宗太郎くんが思うきれいな川ってどんな川かな？ゴミもなく、いろんな魚が泳いでいる様子が見れるくらいきれいな川だといいな。そうだね、そんな川だと嬉しいよね。でも生活の中で、お家でみんなにもできる川を汚さない工夫ってあると思うよ。本当？僕にもできる？ゴミは絶対ポイ捨てをしないこと。川だけではなく、川の周辺はもちろん、道路にもね。そして食事はきちんと食べきる。飲み物は飲みきる。食べかすや残り汁をそのまま流しに流さないことが大切です。それだけで川はきれいになっていきます。では宗太郎くんにクイズを出してみるね。もしマヨネーズスプーン一杯を川に流したら、魚の住める水に戻すには、宗太郎くんの毎日入っているお風呂の浴槽の水何杯くらい必要だと思う？5杯ぐらい？もっとたくさん？どれぐらいだろう？魚が住める水に戻すには、お風呂の浴槽13杯もの水の量が必要です。宗太郎くんが毎日飲んでいると思う牛乳も、コップ1杯の量を川へ流すと、やはりお風呂の浴槽13杯もの水の量が必要です。毎日食べているお味噌汁も、飲み残しお椀1杯で浴槽2杯半のお水が必要だよ。そんな言うの？じゃあコップのジュースやスープの残りもそのまま捨てると川を汚しているんだね。最後まで飲み残さないようにしないといけないね。そうだね、無理なく飲みきれるだけ注いで、食べきれるだけ装うことが大切だよね。洗剤やシャンプーもたくさん使ったからといってきれいになるわけではありません。容量を守って正しく使うことで十分きれいになります。食器の油汚れも洗う前に紙で拭き取って洗うと、皮にも優しく、水や洗剤の節約にもなるよ。またお米の研ぎ汁は栄養たっぷりですが、そのまま流すと皮を汚しますが、プランターや鉢植え、庭木に使うと植物が喜びます。みんなお家でみんなができることだね。川の水がきれいになったら中に入って遊べるよね。いろんなたくさんの生き物たちとも出会えます。そんなきれいな川になるといいよね。宗太郎くん、川を汚さないためには下水道の整備や浄化槽の設置も川を汚さないための大事なことです。川から供給された大切な水、私たちみんなが使った水は少しでもきれいにして川へ返してあげましょう。